しくお願いします。こんばんは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 。もうなんか手がニャニャしちゃってるの。もうそれで、それでからのあるのかな、これがなんとかリンパあんのかな。来た、ギラリンパ。はい、いただきました。ありがとうございました。ギラリンパいただきました。はい、さあそれではお一方ずつね、自己紹介をね改めましてしていただきましょうかね。はい、お願いします。ボーカルのミツです。お願いします。お願いします。はい、ベースのヒーローです。お願いします。ちょっと今自分の名前忘れた。早速噛み始めるけど、どういうことですか。そのまま何、自分の名前は一瞬忘れてしまいました。飛びましたよね、はい、何やってんの、どうしたの。ベースケンリーダーです。そうです、そうです、よろしくお願いします。はい、びっくりしたわ。さあそして、はい、今夜も胸キュンギターのKayuuです。もう一度キラリンパ。はい、2回目いただきました。いいですね、開始まで1分くらいでもう2キラリンパもらいましたからね。はい、何キラリンパ行くんだって話でございますけど。もうキラリンパです。あ、もう3回目。早い早い。使いすぎですよ、使いすぎ。安売りすぎですよ。もっと温存しておいてくださいね。はい、お願いしますよ。で、皆さんもう2回目でございますのでね、V4 でございますけれども、まあせっかくですからね、もうコメントもすごい勢いで来てるわけですよ。まあ恒例のちょっとコミュニケーション取りましょうか。何か質問ですとか、はい、ユーザーさんに向けてどうぞ。皆さんどんな格好で見てるんですか。どんな格好で見てるんですか。さあ来ますよ、どんな格好ですか。さあ裸網タイツ。みんな嘘ばっかですね。あのコメントで誘惑するのやめて。ジャージ、まあ大体そうだよね、ジャージ多いね。うん、本当に裸めっちゃ多いな。ワンピースね、着ぐるみとかね、いらっしゃいますよ。うん、体操服もね、いいですよね、過ごしやすいですからね。いいですよね。うん、高校生になった時に中学のね体操服着たりしますからね、部屋でね。うん、じゃあかゆちゃんも行きましょう。なんかんーとねはい、ヒーローさん行きましょう。ヒーローさん行きましょう。みんな飯食ったか。飯食ったか心配してくれてますよ。食ったか。もうね8時45分ぐらいですけどね。 Yes, no。あ、食った。おー、食った。食った。食べてない。うん。そんなに自分で聞いといて、聞いといてひどいですよ、それで。あ、お魚食べた、チャーハン食べた、お菓子食べた、イエス食べてない、じゃがいも食った。はい、いっぱい呼んでいただいてありがとうございます。そしてね、ちょっとやはりね、メールいっぱい来てるのでちょっと紹介しますけど、愛知県のリンさんからね、19歳。NEU さんの今回の白い衣装、はい、めっちゃ素敵です。ぜひコンセプトとかあれば教えてくださいということで、だからこれもうレッドエモーションの時赤じゃないですか。そうですね。で、カレドスコープ黒。はい、ね、そうです。で、今回白ということですけど、はい、コンセプトはあるんですか、これ。まあ、ありでしょう、もちろん。今回ですね、アルバムが出まして、はい、うん、バラードなんです、うん、で、ファーストのアルバムなので、まっさらな気持ちでっていう、あの、聞いてほしいなという気持ちで、初心に帰るって意味の白でもありますし、うんうん、あと見てわかるようにお姫様が一人いますので、うん、まあ、姫と王子っていうのがテンポにも、なるほど、ちょっとした結婚式みたいなものも、確かに確かに、イメージしてたり、うん、はい、いいですよ、白。まあ、華やかな感じもねありますし、どうですか皆さん、白衣装今回のユーザーさん、どうなの。お、うん、さあどうなの。あ、胸キュン、かわいい、かわいい、素敵、大好き、イケオーケー、やばい、かわいい、お姫いい、最高、あ、大絶賛、食べたって遅くない。あの、ご飯食べたでしょ。食べた遅くない、赤餅で。食べた遅いからね、どんだけラグがあるんだって話ですからね。白衣装も素敵ということでございますけれども、はい、さあそしてですね、あ、今まさにスプリングワンマンツアー2012の真っ最中と、はい、はい、いうことだから、これまで仙台、福岡、大阪、名古屋、東京、全国5公演そうです、もう回ってきてるんですよね。はい、どうですか手応え的には。いや、もうすごいですよね、リーダー。ちょっとめちゃめちゃ良かったです。一応もう仙台、福岡、うん、大阪、名古屋は行ってきたんですけど、うん、もう全公演ね、あ、おかげさまでそれだとしまして、うんうん、素晴らしい。あ、で、東京が最後だから、そうなんです、まだ残ってます、まだ残ってます。赤坂ブリッツね。そうです、2度目のブリッツです。これがあと1個あるということですね。そうです。これはもうすごいでしょう、ファイナルですからね、かゆさん。そうですね、ファイナルでその4公演ソールドアウトしてるってことで、配布もあるよ。まあ、どういうことあの、なんか言葉の内容とテンションが合ってなかったニューからのスペシャルなプレゼントが赤坂ブリッツであるんです。 あるんだ、プレゼントがあるのね。早いですね、なるほどね。ということでね、盛りだくさんな、盛りだくさんでございますのでね、はい、まあ、その話じゃあと後ほどね、ちらっと伺おうかなと思いますけども、はい、さあそれではニューの皆さんをお迎えして
今週の V4 このコーナーをお届けしましょう。題してビジュリークス。内部告発サイトウィキリークスよろしく。ビジュアル系バンドの関係者による内部告発を紹介していくこのコーナーでございます。あれ、このコーナーは初ですか？前ありました？初めてですね。じゃあこちらはですね、関係者からタレコミの情報届いてますのでね、これを紹介しますよ。怪しいですね。さあ、それでは最初のタレコミでございますよ。こちらね、紹介します。ヒーローさん、大切なライブの日に台風や豪雪を呼ばないでください。やー俺かなんだこれ、自然現象的な。あのですね、自分はこの NEU っていうバンドの中でもうダントツの雨男なんですよ俺。もう雨のレベルじゃない、そこ台風や豪雪ま今まで台風、豪雪、もう雷も何でも呼ぶって雷も大事なライブの日限って思うんですよ。何か自然の神の怒りに触れることしてるんですか？大丈夫ですか？なんかね、あの昨年の9月のだから赤坂ブリッジ大雨ね、で今月のワンマンツアー初日の仙台大雪ね、これヒーローさんのせいなのね。そうです、言い切っちゃう。はい、あのですねだってみんなもいたんだからね。そうなんですよ、あの元々こう雨男って言うんですけど、自分はあまり雨男とか信じないタイプなんですよ、はいはいはい、まあノリで言ってたというか、まあリーダーまた雨増やしやがったぐらいだったんですけど、今回ですね、ワンマンツアー5カ所あって今んとこ3カ所降ってますね。最後の名古屋だけ確率はい、で、ついこの前までファイナルの日は、曇りだったんですけど、最近の情報によると曇りのち雨、予報がなってます。危ないですよ。そうです、危ないですよ、はい、だんだん雨の方にいいじゃないですか。でこの前2日前ぐらいにですね、あのリーダーと2人で収録もあったんですけど、はいはい、もうあった直後に雨が降って、で本当ですよ、これ別れた直後に青空になってこれはリーダーだなと。それはじゃあもうまさにそうですね、やっぱり雨男ですね。自覚あるんですか？めちゃめちゃあります。なんか雨が降るかもって時に俺が出ると雨なんですけど、なんかその自分が出てる時だけ雨が強いんですよ。結構、マジで去年の、はいはい、去年のリーダーバースデーのワンマンも、期待裏切られてバースデーも雨で、もう絶対雨降ると思ったんで、セットリストも最初から水の関係の曲だけ持ってきたんで。なるほどね、ちゃんとそれに合わせてね、はい、だからもう多分ファンの皆さんも分かってるから傘ちゃんと常備してるんでしょきっとね。ちゃんと傘ね持ってきた方がいいですからね、今度のねファイナルもねぜひ傘のご用意を、ね、まだまだ晴れるようにちゃんとね晴れてください。そうだね、はい、逆にそれが雨呼びそうな感じしますけどもね。さあまだもう一個ありますのでね、紹介しますよこちら。さあ今度は誰のタレコミでございましょうかね、こちらでございます。あ、これはメンバー全員ですね、紹介します。楽屋機材車をきれいに使ってほしい。マジ残念です。あともう一個あってね、これだから物がすぐになくなるなんかニューワールドになってしまうんですって空間が。まずだから雑なのかな、いろいろと。ちょっとちょっと、せっかくこんな綺麗な格好してきたのに。そうですよ、これそうなんだ。そんなイメージ良くないですよ。まあなんですかね、まあでもメンバー全員っていう話ですけど、まあ、基本的に姫以外は、まあある程度の男子なレベルですよね。かゆうさんが一番ひどいんですか？かゆさんはですね、かゆさん、はい、かゆさんあの行ったことない場所でもね、ですね5分ぐらいいるとかゆくの部屋になるんですよ。自分の、なんていうんですか、こうテリトリーを広げるのがうまいというか。うまくはないんだわ、みんな迷惑してるんだわ。確かにあっちのね楽屋みたいなとこ、なんかすげえ場所めっちゃ取ってましたよね。危ない。そう、姫になるじゃん。これ何の荷物ですかって聞きましたもん、だってそういえばさっき。姫は荷物が多いんですよ、やっぱり。だってなんかダンボール箱1箱ぐらい持ってこなかった。あの、引っ越しかぼちゃの馬車？ん？あ？そんな姫がダメですよ、はい、汚く使ったら部屋を。ですよね。もうスタッフさんも困ってるってことですよ、そうですよ姫様。まあ確かに、だから羊がね、掃除してくれますけど、姫。そう。姫自らも綺麗にしてくださいよ。そう。自分は綺麗なんですから。じゃあ環境も。今日ここで誓います。あ、誓うの？おお。誓って誓って。うん。楽屋をきれいに使います。はい、録音レック完了。やりたキラリンパでなんか全部なんかリセットされてる気がするけど、ということでございましてね、ユーザーさんそんなところがある、本当かよ、ところ驚いてますよ。姫イメージ悪くなりますからね、もう気をつけます、もう宣言しますので大丈夫でございます。さあということでございまして、ここでじゃあね、1曲をお届けしたいと思いますので、曲紹介の方をで僕がリーダーお願いします。
はい、ではそれでは僕はデビューシングル、聞いてください。NEU でレッドエモーション希望。エモーション希望でございました。こちらニューアルバムレストレスにもね収録されておりますので、はいはい、ぜひこちらチェックしていただきたいと思うわけでございますけれども、はい、888の中で足きれいきましたね。ありがとうございます。さあそれではですね、後半戦こちらのコーナーをお届けしましょう。 V ニコデン。このコーナーは毎回テーマを決めてユーザーの皆さんから電話でクイズを募集するというものでございます。で、そのユーザーさんが出したクイズにニューの皆さんが答えられなかったら、プレゼントを差し上げるというものでございます。そしてテーマがございまして、こちらもテーマはこちら、卒業にまつわるエトセトラですのでね、卒業にまつわるね、卒業式にまつわることをねクイズにして出していただきたいなと思います。そして今日ですね、ニューの皆さんが正解できなかったら何を差し上げるかということでございますけど、新曲のですねレストレスラブが主題歌に起用されている映画罰ゲーム2の全国共通特別鑑賞券を差し上げます。すごいです。すげえ。こちらねえ、できればサインとかも入って入る、これ入れます。もちろんです。入れちゃいましょう。そうです。だからこっちの残る方にしてくださいね、お願いしますね。ぜひね、向こうには渡っちゃう方だと困りますからね。よろしくお願いいたします。さあ皆さん、どしどしとねニコ電をかけてきていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではクイズ受付スタート。卒業にまつわることクイズ出して、どんどん出して。さあコメントとかも読んでいきましょうか。あとなんかメールでね、大阪府のルナちゃんから、卒業のなんか3月といえば卒業シーズンなので、もしあれば卒業式の思い出とか、これから卒業したいと思っていることがあれば教えてくださいと来てるんですけど、なんか卒業したいこと今あります？卒業したいことあります？卒業したいことですね、はい、そうですね、どこでもすぐ寝てしまうんですよね。やっぱ自分のやっぱ空間にしちゃうんだね。そうなんですよね。本当どこでもっていうよりも、お弁当を食べてる時に、はい、食べてて、まあ、次の目的地に着きました、うん、メンバーが全員車から降りました、うん、あれカイ君降りてこないって見たら、うん、箸持ったまま寝てた。赤ちゃん赤ちゃん、それ赤ちゃんのやつ。かわいい。漫画でしか見たことないよ、ね、本当に。漫画かかわいい動画が YouTube に上がってるぐらいのやつ。そうなん、それを卒業したい。ダメダメダメ。それとあの部屋を汚くするの2つお願いしますよ。はい、さあ、お電話つながりますのでね、ヘッドホンの方していただきましてですね、さあつながりました。もしもし。もしもし。はい、あ、お名前がちょっと漢字がすいません、お名前が、あ、ゆゆって読みます。ええ、ゆゆちゃん。ゆゆ様ちゃん、ゆゆちゃん、ゆゆちゃんでございます。はい、ニューの皆さんとお電話つながりましたよ。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ゆゆちゃん、こんばんは。こんばん。ゆゆちゃん、じゃあテンション上げるために今からかゆちゃんがキラリンパやってくれるんで、キラリンパ返しちゃいましょう。お願いします。ゆゆちゃん、キラリンパキラリンパ。ありがとうございます。ちょっと若干罰ゲームに近かったですけど、ね、そんなことはないです。ゆうちゃんはどちらに住んでるんですか？愛知です。愛知でございますね。名古屋、あ、ということは名古屋行かれたんですか？はい。おお、はい、素晴らしい。やっぱちょっともう緊張してますので、リーダーちょっと癒してください。なんか名古屋のワンマン楽しかった？ちょっとですね、リーダーも若干緊張してるので。ミスター、すみません、なんとかしてください。いや本当に全然大丈夫ですよ。かよさんに聞きたいことだったら何でも聞いてくださいね。はい、いいですね。分かった、じゃあクイズをね出しちゃいましょうか。ゆうちゃん、クイズの準備はできてますか？はい、あ、大丈夫です。はい、お願いいたします。私が寝るときに卒業できないものは何でしょう？おお、寝るときに卒業できないものは何かというクイズでございますけれども、はい、さあこれは誰に答えてもらえますか？みつくん。みつくん、なるほど、これもう分かりますよ。おいいですか？それではゆゆちゃんが寝るときに卒業できないものは何ですか？カキピーですね。あれ、さっきも聞いた。見てた、見てたでしょ。見てたでしょ、さっきとかガキ屋で。全部答え今日カキピーだよ。どんだけカキピー好きなんだよ。まあ美味しいからいいけどさ。
さあ一応聞いておきましょう。ゆゆちゃん、これ正解でしょ。これは正解ですか。違います。そりゃそうだ。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、こちら、罰ゲーム2のね、鑑賞券プレゼントしますからね、うん、寝るとき柿ピー食うやついないでしょ。いや、うちの姫は若干近いですけどね。姫はそうですね、柿だけを食べますね。柿だけ、あの種の方。そうです、ね、ピーナッツじゃない方。ピーナッツは残す派です、ね。うっそ、はい、普通ピーナッツの方が少ねえっつって文句言うのに。意外意外。そうなんです。寝るときダメです。それも卒業してください。失礼します。いっぱい卒業させられちゃったね今日ね。じゃあゆゆちゃん、正解は何ですかちなみに。ぬいぐるみです。あー、惜しいな、ちょっと惜しいね。確かに。あ、一緒。それも卒業できてない。え、ちなみにゆゆちゃんは何のぬいぐるみなんですか。あ、ちょっとあの、うん、よくわかんない動物。わかんない動物。よくわかんない動物。なんだろう、気になりますね。かゆさんは。かゆ姫は、うん、キティちゃんとドキンちゃんに囲まれて寝ますよ。キティちゃん、なんかね、あの機材車もキティちゃんとドキンちゃんで。なんでキティちゃんとドキンちゃんって。違うジャンルのアニメじゃないですか。違うアニメのやつでしょ。もうどっちも可愛いんだよね、うん、なるほどね、これは事実なんですね。わかりました。あ、ゆうちゃん、じゃあ最後にの皆さんに応援メッセージをどうぞ。ずっと応援するので頑張ってください。ありがとうございます。はい、ゆゆちゃんありがとう。ゆゆちゃんありがとう。ありがとう、ゆゆちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、大急ぎでもう一人行きましょう。もう一人行きましょう。さあ、皆さん卒業にまつわるエトセトラクイズ考えて出してください。お願いいたします。さあ、急いで急いで、うん、受付中でございますのでね。あれはヒーローさん、なんか卒業したいこと。僕ですか。あるんですか。そうですね、うん、最近結構物忘れが激しいんで。確かに、さっき自分の名前忘れかけたんですよ。やばいですよ。ちょっとなんか記憶力がいい感じになるように、うんうん、そうですか。これはそうなんですね。なります。忘れがちなのね。はい、それが卒業できる。これなんかあのローラーいつもやってるじゃないですか。これなんですけど、ちょっと使いすぎてね、ええ、これね、これあの、うん、取れちゃう。それ前も取れてませんでした。もうずっと壊れてるんですね。買いました。3年使ってます。3年使ってんのね。すごいですね。それ壊れたことも忘れちゃってんのかな、わかんないけどね。それ気をつけてくださいね。はい、さあ受付中でございます。さあ来るかな、うん、うんうんうん。じゃあその前にミツさんの卒業したいことも聞いとく、聞いときましょう。何ですかね、卒業したいことですか。僕漫画が好きでですね、いい本屋に行くと持ってない漫画を絶対一冊買っちゃうんですね。それはちょっと散財しちゃいますからね。そう、これもう部屋がもうパンパンでですね、うん、行ったら絶対一冊以上買っちゃうと。そうなんです。わかりました。でも漫画面白いからね。あ、繋がりました。もしもし、もしもし、おい、もしもし、やったー、すいません。キャンナちゃん、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 名前の通りですね。本当ですよね。キャンキャンしすぎですよ。キャンナちゃん、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 一言言っていい？キャンナちゃん、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 あの一言言っていい？いいリアクションです。ありがとうございます。あ、マジですか？つながったよ、つながったよ。やったー。キャンナ落ち着け落ち着け。いいよ、そうや。キャンナ落ち着け、もらったよ今。もう一回言って、もう一回言って。キャンナ落ち着いて。超キラリンポ。完全死活じゃねえかよ。すげえ。リーダーが。リーダーが。キラリンポ。じゃあキラリンポ。ちょっとなんか。キャンナちゃん。キャンナちゃん。キラリンポ。キラリンポ。素晴らしいですね。ありがとうございます。なんか後ろでもキラリンパ言ってるぞ。ね、キャンナちゃん、キャンナちゃん、じゃあね、はい、クイズ出してください。卒業にまつわる。もうどうする？あ、考えてなかった？どうしよう。じゃあなんか、どうしよう。じゃあキャンナちゃんが今さ、ほら卒業したいと思ってることあるでしょ？日常で。え？ね、あれ。キャンナちゃんが日常生活でさ、遅刻癖があるとかさ。はい、そういう卒業したい癖みたいなものあるじゃないですか。はい、それ出そうか。どうする、うん、どうする。完全に僕の意見は仕方ない。キャンナちゃん、
じゃあいいですか。お、いいですよ、いいですよ。ちょっと待って、どうぞ。もう友達変わったらそれ。あのライブにまつわる、うん、あの問題なんですけど、ライブにまつわる、卒業にまつわる問題だぜ。そういうテーマだったんだ。だからそれなんですけど、あ、それがね、それは卒業に関係してるね、はいはい、うん、それで、うん、ライブ参戦するときに、うん、卒業したいこと、おあ、ライブ観戦の時になんかちょっとこれはもうやめたいのにやめれないなってことがあるの ね, るね、うん、はいはい、それです、それです。じゃあこれ誰に答えてもらえますか。はい、すあー、もうキラリンパで、あのね、かゆちゃんって名前があるから、あの、そんもうかゆくんで、かゆくんで、キラリンパでいいですか、はい、じゃあなんかキャンナちゃんがライブを参戦するときにやめられないことがあると、でもやめたいと、それは何でしょうか。お菓子を持ってきてしまう。いいじゃん別に。さあ今のはかわいい。ちょっと上からなんだよ、さっきから。正解は不正解ですか、どっちですか今。あー、もう違います。はい、おめでとう、おめでとう、おめでとう。イエーイ。他に分かる方います。リーダー分かる、分かるでしょ、リーダー分かる、分かる、分かる、答えて。カピーを持ってくること。正解。あれ、あ、もう完全違います。今面白かったのに流さないでよ。怒られたんですよ。リーダーにちょっと冷たいな。ちょっと冷たい。いや、考えてますね。ミツさんはある。え、これですか。カピー出ちゃったからね、もうそれ使えないよ。大体使えんのもうないよ。わさびとかしかもう見てなかったんですけど。わさび怖いんだけど。何ですかね。なんだろう、なんだろう。じゃあ、なんだろうね、あの替えの T シャツを持ってくるの忘れちゃうみたいな、うん、あ、ちょっとそれっぽいですね。替えの T シャツを忘れちゃうでしょう。そうなんでしょう。違います。はい、違います、冷静に違います。キャンダちゃん、正解は何ですか。じゃあ正解は、あの、うん、親子参戦をやめたいんですよ。ええ、あ、なるほど、ね、まさか。じゃあ後ろにいるのはお母さんなの。そう、おかんとなっくんなんです。なっくん、弟5歳のかゆくん大好きなんですよ。なるほど、親子でみんなで。すごい、いいじゃない、それはやめなくていいよ、うん、ね、嬉しい。今ママさんも近くにいるんですか。あ、もう弟もみんないます。じゃあママさん、キラリンパお願いします。ママママさん、キラリンパお願いします。だってママさん、もしもし、はい、お母さ ん, ママさん、とりあえずあの何も喋んなくていいんで、はい、キラリンパだけください。3、2、1、どうぞ。キラリンパ、若い、あれ、すごい若い、わじわじキラリンパ、かわいい、かわいい、かわいい、弟かわいい、かわいい、いいよ、ありがとうございます。キラリンパ、もしもし、弟、かわいい、いいよ、キラリンパ、何回キラリンパやった。ありがとう、超えちゃう、超えちゃう、めっちゃ癒された、めっちゃ癒された。キャンナちゃん、キャンナちゃん、あれ、キャンナちゃん、ナックン、キャンナちゃん、お母さん、ナックン、誰、はい、キャナちゃん、キャナちゃん、キャナちゃん、あの、はい、すごくいろんな意味で盛り上がってありがとう。ありがとう。ありがとう。あ、ありがとうございました。じゃあキャナちゃん、チケット送るんで、最後、あの、メッセージを、ニューの皆さんにどうぞ。キラリンパまで。あ、もう親子で応援してるんで、もう本当、もう親子でついていきます。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。キャナちゃん、おめでとう。はい、以上、V2 個伝のコーナーでございました。いや、よかったな、すごいね、なっくんのキラリンパよかったわ。さあ、ということでございまして、NEU の皆さんともですね、そろそろお別れの時間となってしまったわけでございますけれども、ここでですね、お知らせをがつりしていただきたいなと思いますけれども、まずですね、やはりニューアルバムね、うん、はい、3月14日にタイトルはレストレスです。レストレスリリースされました。これはどういった1枚になってるんですか。僕たちNEUが活動してきた、まあ、2年半の中でもう全てを出し尽くした1枚ですね、これは、うん、これを聞いてもらえば、もう俺たち5人がどんな音楽をやってきて、どんな音楽が好きかっていうのが分かります、うん、なるほど、じゃあ絶対に聞かなきゃダメですね、これ、ね、もう絶対、どれかしたら絶対には好きになってもらうと思うんですよね、うんうん、最高傑作です。最高傑作でございますので、うん、ぜひ皆さんこちらチェックしていただいて、うん、そして現在行っているスプリングワンマンツアー2012ですけれども、もう1日ございますね。まあ、雨がちょっと予想されますけども3月30日金曜日に赤坂ブリッツでファイナル迎えます。なんかさっきちらっとカイさんありましたけど、はい、なんか重大な、なんかあるんですよね。はい、来て来て来
てくれた皆様に無料配布がありまして、うん、NEU からみんなへの重大発表もあるので、その場でしか聞けないので、ぜひ来てください。なんだろう、気になる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 なってますけれども、ぜひ皆さんね、こちらをねチェックしていただきたいなと思います。だってなんかメールも来てましたよ、22歳の女性のミヤニャンからはですね、NEU さん中坂ブリッツ超楽しみです、友達誘って遊びに行きます、このライブで重大発表があるって聞いたんですけど、私だけにこそっと教えてもらえませんか私だけにって難しいよね、ここでそれ言ってたらね、生放送だからね、これは言った人のそうですだけが分かるというね、はい、ことですので、ぜひ遊びに来てください、遊びに行っていただきたいと思います。さらにですね、今年9月からはまたありますね、今度はオータム、オータムワンマンツアー2012もスタートしますので、行くね行くね、これ、はい、これ9月8日渋谷から全国5カ所10公演という、うん、はい、ことでございますのでね、こちらもぜひチェックしていただきたいなと思います、はい、それでは、NEU の皆さんとはですね、最後に1曲聴きながら分かるとなりますけども、もちろんプレミアム会員だけが視聴できるシークレットコーナーには登場していただきますので、ぜひプレミアム会員になっていただきたいなと思います。それでは曲紹介をお願いします。はい、それではアルバムレストレスから NEU でレストレスラブ。はい、NEU のKayuuさん、Mitsu さん、Hixroさん、ありがとうございました。ありがとうございました。誰もいない日曜の雨、いつもより長く切ない、一人の傘は大きすぎて心の隙間は埋まらない、君が望んでいた言葉を僕は探せなくて、あの日の涙の訳さえ受け止められないまま、恐れてた闇遠ざかる距離、いつもためらい続けた未来に、いつの日も